ちょっと、まあ、一応、自分の身は自分で守るって感じで、ちょっとトレーニング始めようかなと思ってね。はい。はい、改めましてね、まだね、クリスマスイブのね、聖の6時間の前しね、ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、まあ、振り返りというかね、まあ、ちょっとだけ反省会でね、まあ、まあ、あのね、ちょっとまあ、今年のね、クリスマス生配信での聖の6時間の前しね、僕、自分の中で点数つけるとしたら、まあ、正直どうですかね、60点ぐらいだったかなっていうか、ちょっとね、まあなんか準備不足っていうか申し訳なさがあります。去年の、クリスマス生配信はめちゃくちゃなんか俺の中ではすごい評価高くて、95点ぐらいだったんですね、去年は。で、今年は60点ぐらいかな。まあ、第1部、2部、3部でね、まあ1部は結構なんかその、なんていうかね、まあ楽しく、まあ料理作ってね、勢いでなんかバーってね、カッチャンパワーでなんか、いけたと思うんだけど、まあ第2部とか第3部ね、ちょっと少しまあ準備不足、ネタ不足、企画不足でね、段取り不足とか、まあちょっとこう露呈してしまったかなっていうね、なんかまあちょっと皆さんのね、貴重な時間をね、いただいていて申し訳ないなっていうね、ちょっと反省点がちょっと目立ったって感じですね。まあ、どっちかするとね、まあ、そのコラボのね、皆さんの力を借りてなんかちょっとこう、楽しく盛り上げさせてもらったとか、まあ、ちょっとまあ、素直にここは反省ですね。まあ、ちょっとまあ、YouTuber としてね、配信者としてもうちょっとね、まあ、ちょっとリセットして、一からやっていかなきゃなと思います。まあ、ここ1、2ヶ月間ね、ちょっとね、まあ、その体調管理とか自分自身の管理がまあ、ちょっとうまくいってない部分とか、寝方ミスったとかね、まあ、そこら辺のなんかまあ、自分がね、まあ、やっぱまあまあ、根本的になんか、うまく管理できてなかったなっていうね、そういう、まあ、敗因ではあるんですけど、だからまあ、根本的にまあ、変わっていかなきゃいけないって感じなんですけどもね。まあ、これでね、YouTuber 活動終わったわけじゃないんで、これからのでね、また、まあ、来年から、また少し、こう、ね、新しい挑戦とかいろいろして、いきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。改めてね、皆さん、せーの6時間の生配信ご視聴ありがとうございました。最近のね、活動のスタイルでね、ちょっとね、少し迷ってるんですよね。朝生配信、昼生配信と夜のね、1日3本でね、やってんだけど、まあその、動画がね、ちょっとね、つまんなくなってるぞっていうね、生配信頑張るのはいいけど、動画、ね、ちょ、なんかこう、いい加減になってるみたいなね、まあご指摘で、まあちょっとそういう時も、まあ確かにね、ちょっとご指摘の時もある、通りの時もあるんですけど、そうですね。まあ、まだまだ、まあ、ちょっといろいろね。でも生配信ちょっと少しね、朝と昼と入れてね、皆さんの日常にね、より溶け込んでいくような、まあ、そういうちょっとスタイルってもまあ目指してて、俺の目指していきたい方向ってね、やっぱね、ナチュラルライフっていうかさ、まあ、その自然、まあ、自然に根ざした生活、まあ、生活なんですよね。タシャ・テューダとか、ベネシアさんの庭とかさ、まあ収益的にもね、やっぱこの本数ちょっと増やした方が、まあ収益、まあアップにはなるというね、まあこともあるんでね。まあアルバイト辞めたことをきっかけにね、ちょっとやっぱこうスタイルはね、少し模索始めたんでね、ちょっと、まあある人たちにとってはね、なんかちょっとこうもうなんか魅力がなくなっていき、まあオワコンみたいなね、そういう感じる人もいるかもしれないですね。まあ登録者はね、増えてるんでね、まあそこはまあポジティブに考えていいのかなと思うんだけど、まあ動画の再生回数はちょっと減ってきてるんだよね。まあ3000回。まあ4000回はいかなくなってきたからね。まあ。まあ絵も描きたいし、ピアノも弾きたいしね、ギター弾き語りもしたいしね。ちょっといろいろまあやりたいんですけどね。まあ動画一本に全力投球というより、まあちょっと分散していろんなことにちょっとまあ頑張っていきたいっていう感じになるかもしれないですけども。アルバイト辞めて、ちょっと今ね、探り期って感じでね、まぁちょっと今、まぁちょっとアンケートもね、ちょっと取らせていただくんでね、まぁちょっと、ご協力いただきたいんですけどね。あとね、ちょっと生配信中にちょっとね、いろいろギフトを紹介させていただいたんですけども、ちょっと改めてここでね、少しメッセージとともに紹介させていただきます。まずこれね、調査兵団の自由の翼。進撃の巨人のね、リヴァイ兵長とかね、もう、ね、エレンとかミカさんもこう来てる、その、自由の調査兵団のね、マントを送っていただいてね、ありがとうございます。こちらですね。こちら送り主ですね、ランドランド様ですね。ありがとうございます。無職になったイコール自由の翼を手に入れたカツドンさんにプレゼントです。カツさんにプレゼントです。心臓をゆさゆさ揺れてさ、聖の6時間にその身を焼きながら、ビンダルに火を放つ紅蓮の弓矢ということでね、燃えるようなね、メッセージいただいておりました。ありがとうございます。これ、いや、本当に嬉しいですね。こう調査兵団、僕ね、リヴァイ兵長とかも好きなんで、自由の翼、僕も自由の翼をね、持って、YouTuber 配信頑張っていこうと思うんで、ランドランドさん、ありがとうございました。
あと同じくね、ランドランド様からですね、ビールもいただいておりました。てか、欲しいものリストめっちゃ酒やって笑った。いや、送るけどさ、1006時間に抗う愚弄者であれとかね。ありがとうございます。こちらもね、ちょっと、こちらザ・軽井沢ビールということですよね。ありがとうございます。いただきます。ちょっとね、メンタルの回復としてね、ちょっと瓶ビールを少し好んで飲んでおるんですけども、はい、飲ませていただいております。アマゾンギフトで、ね、ちょっと少しビール、設定して、ありがとうございます。ちょっとメンタル回復してね、活動これで頑張っていきます。ありがとうございます。あとですね、この、ね、T シャツもね、ちょっと生配信中で紹介してもらったんですけど、活動中、すごいですね、これインディゴチルドレンで書いてあるんですけども、僕の顔とね、ちょっとね、おむすびマンさんからですね、作って、ね、送っていただいて、本当にありがとうございます。無償で送っていただきました。ありがとうございます。ちょっとデザインもかっこいいですね。素晴らしい。なんか渋い顔があって、まあデザインね、T シャツ販売とか、グッズ販売もちょっと少しね、少しチャレンジしていきたいなっていう気持ちになりましたね。本当にね、おむすびマンさんね、本当にこうね、T シャツ送ってくれてありがとうございます。ちょっと日々のね、生活でね、インディゴチルドレンとしてね、こうエネルギー、パワー、チャージ、パワーチャージ T シャツとしてね、これを着ると、インディゴパワー、50% アップして、ね、強くなりますんで、ありがとうございます。これでね、活動を頑張らせていただきます。ありがとうございます。あとですね、ちょっと1006時間生配信でも、ちょっと、臭豆腐ね、こっち、かっちゃん大好き中学生様からいただいた、この臭豆腐。ちょっと2種類臭豆腐食べましたけど、ちっちゃいサイズのね、ちょっとね、こう真空パック的なね、感じの、これ臭豆腐、ね、美味しいです、普通に。うん。これは本当になんかね、うん。これ一番美味しいです。うん。うん、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 うん。結構辛いんですけどね。うん、でもこれは普通になんか高級食材で美味しいです。かっちゃん大好き中学生もですね。様ですね。ありがとうございました。ちょっとシュールストレミングね。生配信中に食べてすいませんでした。1006時間生配信もね、これでね、みんな食べて、みんなと楽しい時間ね、作ることができました。ありがとうございます。頑張ります。うん、改めてね、ご視聴ありがとうございました。これからも頑張っていきましょう。改めてなっちゃうので今日も元気に活動でした。時間が過ぎ少々暖かくなる。それにつれて俺も気分が上がってくる。久々に絵を描こう、そう言い手に取るキャンパス。白い紙ここから夢が広がりと遂げる。夢を君の心にこの歌も届け。広い世界に俺は活動チャンネルかますのはこのライン。俺のかますバース、ランディバースみたいに数愛される合法なドラッグ。ヤギ山から届けるこのリリック、何が起きるかヤギ山ミミック。騙されるな YouTube のギミック。